露天掘り炭鉱からの酸性排水を受ける。この河川にも環境に適応した微生物群集が存在している。メタゲノム解析によりこのような微生物群集の研究が可能になる。メタゲノミクスは環境サンプルから直接回収されたゲノム DNA を扱う微生物学、ウイルス学の研究分野である。講義には環境ゲノミクスやエコゲノミクス、 群衆ゲノミクスとも呼ばれる。メタゲノム解析、あるいは単純に、メタゲノムとも呼称される。従来の微生物のゲノム解析では、単一の菌種を環境サンプルから、分離培養する過程を経る必要があったが、メタゲノム解析はこの過程を経ることなく、微生物コミュニティから直接、ゲノム DNA を抽出し、様々な系統由来の DNA がミックスされた状態で、 DNA シーケンスを行う。そのため、メタゲノム解析では、従来の培養を基本とする方法では困難であった、難培養、未培養系統に属する微生物のゲノム情報が入手可能である。一説には、地球上に生息する細菌の99%以上は、単独では培養できない系統であると推察されており、メタゲノム解析は、 環境中に埋没する膨大な数の未知の細菌、未知の遺伝子を解明できる手法として期待されている。DNA シークエンシングのコストは年々安価になってきており、より大規模で詳細なメタゲノム解析研究が行われることも見込まれる。協議には、メタゲノム解析は、ショットガンシーケンスにより得られたゲノム全体の配列情報を解析することを指し、 ターゲット遺伝子を絞り PCR を経た増幅シーケンスとは区別されるが、後者を抗議のメタゲノム解析に含めて扱われることもある。今日では、海水や土壌、町内や高校といった様々な常在細菌層海底のゲイ骨細菌群、鉱山排水中のバイオフィルム、動植物の強制細菌、下水処理施設、南極氷床、温泉、 大深層の近くなど様々な環境を対象としたメタゲノム解析が論文として報告されている。メタゲノムという用語はゲノムに高次元を表すメタという言葉を付け加えて命名された。単一生物のゲノムを研究するのと同じように環境中からゲノムの遺伝子配列を収集しまとめて解析をすることが可能であるという考えが元にある。この用語は ジョー・ハン・ディルスマン、ジョン・クラルディ、ロバート・ M ・グッドマン、シーン・ F ・ブレディーラにより1998年に初めて論文内で使用された。ケビン・チェントリア・パクターは2005年にメタゲノム解析を、個々の菌を研究室内で単理したり培養したりする、必要がない現代ゲノム技術の応用分野と定義している。従来の DNA シーケンスは、 単一の細菌種を培養することが最初に必要であった。しかし、初期のメタゲノム解析の研究により、多くの環境には培養が不可能で、シーケンスが困難な微生物が多く存在することが明らかにされた。これらの初期の研究では16へするな遺伝子配列を調べることに焦点が当てられた。この遺伝子配列は比較的短く、 幻覚生物種内において保存性が高い一方で、異なる主観で変化が見られるため、ゲノム全体をシーケンスするよりも簡便に環境中の微生物群集を系統的に調べることができる。多くの環境サンプルに対して 16S するな、遺伝子配列の DNA シーケンスが実施され、その結果、培養されている基地の生物種には当てはまらない、配列が多数見つかった。 このことはすなわち、環境中には、極めて多様な未培養系統群の微生物が存在していることを示している。このようにして16へするない電子配列を培養を、経ず環境中から直接得た研究により、培養を元にした方法で見つけられる、資料中の新生細菌、古細菌は、全体の1%に満たないことが論文で報告された。 PCR を使用して、リボソーム RNA 配列の多様性を調査するという初期の分子生物学的な研究は、ノーマン R ペースと同僚によって行われた。これらの先駆的な研究から得られた知見から発展して、環境資料から直接 DNA をクローニングするアイデアが1985年に発表された。そして、実際に、 大西洋の海水という環境サンプルから DNA を抽出してクローニングした最初の報告がペースラによって1991年に発表されたこれらが PCR 偽陽性ではないことが相当な努力により示され未探索の系統群によって形作られる複雑な微生物コミュニティの存在が示唆されたこの方法論は高度に保存された 非タンパク質高度遺伝子の探索に限定されていたが、培養方法で知られていたよりも、はるかに複雑な多様性が存在するという、初期の微生物形態ベースの観察結果をサポートしていた。すぐその後、ヒーリーは実験室に置いていた乾燥した草の上で増殖していた、環境微生物の複合培養物から構築した、動物園ライブラリーとでも呼ぶべきものから、 機能遺伝子をメタゲノム的に単離したと1995年に報告した。その後、エドワード・ディロングラは海洋サンプルからライブラリー構築と 16S ルナシーケンスを実施し、環境中の幻覚生物を系統的に解析する研究の基礎を築いた。2002年、ミア・ブライトバルトとフォレスト・ロワーラはショットガンシーケンスを使用して、 200リットルの海水に5000種類以上のウイルスが含まれていることを示した。その後の研究により、人の糞便には1000種以上のウイルス種が存在し、また海洋体積物 1kg あたりには、多くのバクテリオファージを含む100万種ものウイルスが存在する可能性があることが示された。そして、これらの研究で見つかったウイルスは、大半が新種であった。 2004年には、ジーン・タイソンとジルバン・フィールドらは、酸性の鉱山排水システムから抽出された、細菌総 DNA の配列を決定した。この研究では、培養が試みられつつも成功していなかった、少数の細菌及び、古細菌系統の、完全、または、ほぼ完全なゲノムが得られている。2003年からは、ヒトゲノムプロジェクトに並行して進められた。 民間資金ベースのプロジェクトをリーダーとして率いていたクレイグ・ベンターがグローバルオーシャンサンプリングエクスペディションを主導し世界中を周回する旅を通じてメタゲノムサンプルを収集した得られたサンプルはすべて新規なゲノムが特定されることを期待してショットガンシーケンスが実施されたこれに先駆けて実施されたパイロットプロジェクトでは サルガス総会で採取したサンプルの解析を行い、約2000種もの異なる DNA を発見し、うち148種は新規な細菌種に由来すると考えられた。ベンターは地球を一周し、米国西海岸を集中的にサンプリングし、さらに2年間をかけてバルト海、地中海、国海でサンプリングを行った。この間に収集された。 メタゲノムデータの分析により海洋表層の細菌層は不栄養、貧栄養の環境条件に適応した分類群と比較的少ないがより豊富で広く分布する主にプランクトンで構成される分類群という二つのグループによって構成されていることが判明した2005年ペンシルベニア州立大学のステファン・シー・シュスターラは ハイスループットシーケンスで生成された環境サンプルの最初のシーケンスを公開した。これは454ライフサイエンシズ社が開発した長並列パイロシーケンスによるものであった。この分野の別の初期の論文は2006年にサンディエゴ州立大学のロバート・エドワーズとフォレスト、ロワー・ラヨって発表された。現在でもシーケンサーの技術開発が進み、 いわゆる第三世代シーケンサーの応用等が進められている。BAC ライブラリーによる、環境ショットガンシーケンス。生息地からのサンプリング。通常、サイズによる粒子のフィルタリングを行う。細胞溶解よび DNA 抽出クローニングと、ライブラリー構築。E- クローンのシーケンス。コンティグとスキャフォールドへの配列アセンブリ。かつては、 環境サンプルから数千円来たよりも長い DNA 断片の回収することは困難であったが分子クローニング用のベクターとして BAC が開発されたことによりライブラリーの構築が可能になった一方で従来行われていたクローニングによるライブラリーには網羅性に限界があり群衆の構造を正しく評価することは困難であった現在では次世代シーケンサーの登場により BAC ライブラリーを減ることなくより大量の配列情報を取得することが可能である。バイオインフォマティクスの進歩、DNA 増幅法の改良、および計算機能力の急増により、環境サンプルから得られる DNA 配列の分析能力は飛躍的に向上し、ショットガンシーケンスをメタゲノムサンプルに応用することが可能になった。これは、全、 メタゲノムショットガンシーケンス、または、英語から、WMGS と呼ばれることがある。バイオ微ビ生物からヒトゲノムに至るまで、大半の全ゲノム解読を行う研究においては、DNA をランダムに短く切断し、それらの DNA 断片を大量にシーケンスし、得られた配列情報のアセンブリを経て、コンセンサス配列を再構築する、というステップを経る。 このようなプロセスを経ることでショットガンシーケンシングを行ったメタゲノム解析では環境サンプル中に存在する細菌層に由来するゲノム配列を系統網羅的に取得することが可能である。歴史的にはこのようなショットガンシーケンスを容易にするために BAC 等を利用したクローンライブラリーが使用されてきた。ショットガンシーケンスを解析することで近層内で どのような系統群の生物が存在し、どのような代謝プロセスが行われているのか、等について明らかにすることができる。原理的には、環境サンプル中に含まれているそれぞれの微生物系統の細胞量の違いによって回収される DNA 量も変わってくるため、その環境サンプル内で最も多く存在する、生物種は大量にシーケンスされ、配列情報も 多く売ることができる。そのため優先種については完全調のゲノム配列を得ることも可能である。一方で、存在量の少ない生物種では、解析に十分な量の配列情報が得られない可能性があり、そのような希少生物種のゲノムを完全に決定するためにはより高いカバレッジが必要になり、合わせて非常に多くのサンプルが必要となる。このことは反面、 ショットガンシーケンスは、原理的には、完全ランダムに、DNA 断片のシーケンスを行うため、従来の培養ベースの手法では見過ごされていた、未培養微生物系統であっても、大なりこなり、ゲノム情報を得ることができる、ということでもある。今日では次世代シーケンサーの登場と進歩により、クローニングのステップを省略して、シーケンスデータの収量を増やすことが可能である。 次世代シーケンスを使用して実施された最初のメタゲノム研究では454パイロシーケンシングが利用された。その後、イオントレントパーソナルゲノムマシンやイルミナミシック、ヒシーク、アプライドバイオシステムズソリッドシステム等が登場しメタゲノム解析に利用されるようになった。これらの次世代 DNA シーケンシング技術で得られるリードは サンガーシーケンスよりも短い。具体的には、サンガー法では 750BP 程度のリードを得られるのに対し、イオン、トレント PGM システムや454、パイロシーケンシングでは約 400BP、イルミナミシックでは最大 600BP、ソリッドは25から 75BP 程度である。一方で、次世代シーケンシングでは、 圧倒的に多量の DNA 配列を読むことができ、具体的には454パイロシーケンスでは200から500メガビット、イルミナプラットフォームでは20から50ギガバイトもの配列情報を排出し、またこの値は年々増加している。2010年にペチービオ RS が発売されたことを皮切りに、次世代シーケンサーよりもさらに長いロングリードを読むことができる。 いわゆる第三世代シーケンサーが、ペチービオ社やナノポレ社から登場している。このような第三世代シーケンシング技術を、メタゲノム解析に応用することで、ロングリードのショットガンシーケンスの取得と、さらに効率的なゲノムアセンブリが可能になると考えられる。また、ショットガンシーケンスと、染色体コンフォメーションキャプチャー技術を利用したハイ・シーホートを組み合わせることで、 同じ細胞内で近接する DNA 断片の情報を得ることができ、この情報を活用して微生物ゲノムのアセンブリを効率化する研究も報告されている。典型的なメタゲノム解析プロジェクトのフローズショットガンシーケンスから得られるデータは膨大であり、ノイズが多く、時には数万を超える生物種に由来する DNA 配列がミックスされている。 例えば牛のルーメンをサンプルとして実施されたメタゲノム解析では 279GB もの配列データが得られ、また人腸内細菌層を対象とした研究では 567.7GB の配列情報から330万個の遺伝子カタログを作成した研究が報告されている。このようなビッグデータから有用な生物学的情報を収集、管理。 抽出することは本質的に重要なバイオインフォマティクス上の課題となっている。以下にメタゲノム解析における解析の手順を示す。メタゲノムデータ分析の最初のステップでは、シーケンシングの後、冗長な配列や低品質な配列、そして人を含む真核生物に由来すると思われる配列の除去などを行う、事前フィルタリングを行うことが多い。 混入した、新核生物ゲノム DNA 配列の除去には、e、EU ディテクトやリコンセクなどのツールが利用可能である。アセンブリとは、短い DNA 配列をつなげ合わせることであり、これによりゲノム配列の部分的な配列を得ることが、できる。また、得られる元の断片より長い配列のことを、コンティグという。ゲノムプロジェクトや、メタゲノムプロジェクトにおいては、扱う。 DNA 配列データの基本的構造は同じである。しかしながら、前者では、単一種由来の配列データをより高いカバレッジで得ることが容易である一方で、後者は異なる、生物種由来の配列がミックスされている分、データの上調性が非常に低いことが多い。さらに、第二世代のシーケンシング技術は、リード長が短く、そのため、ゲノムアセンブリで、 エラーが頻発し、得られた、結果の信頼性が低くなることがある。特にトランスポゾンなどに代表されるゲノム中の反復配列の存在は、このようなミスアセンブリを誘発しやすい。また、異なる、複数種由来の配列を誤ってアセンブリしてしまう、いわゆるキメラコンティグを作り出すようなミスアセンブリも、起き得る。このようなエラーを最小限にし、 かつできるだけ長くアセンブリがつながるように様々なツールが現在も開発されている。多くアセンブラは精度を向上させるためにイルミナのペアエンドリードの情報を利用する。フラップやセレラーアセンブラーなどの一部のプログラムは単一のゲノムをアセンブルするために設計されているが、それにもかかわらずメタゲノムデータセットにおいても良好なアセンブル結果を生み出すことが 経験的に知られている。ベルベットなどの他のプログラムでは、内部で、レブロイングラフのアルゴリズムを使用しており、第2世代シーケンサーから生成される、ショートリード用に、最適化されている。リファレンスゲノムを使用することでアセンブリを改善する、アプローチも提案されているが、この方法はすでにゲノムが読まれている、限られた、微生物系統にしか適用できない。 アセンブリが作成された後、そのコンティグがどの系統に由来しているのかを推定することも技術上の課題である。アセンブルされたコンセンサス配列から遺伝子配列をアノテーションする方法としては大きく分けて2つのアプローチが取られる。一つ目は、ブラスト等のツールを用いた配列類似性検索により、配列データベース上で公開されている。 遺伝子との配列類似性に基づいて遺伝子を識別する方法である。この方法は、例えばメガン4で実装されている。2番目の方法としては、関連する生物種に由来した基地の配列情報から、遺伝子配列に関する特徴量を学習し、コンティグ配列から直接遺伝子領域を予測する方法である。 例えばジェノマークやグリマーといったプログラムで採用されている。この AB イニチオな予測方法では配列データベースに類似したものがない新規性のあるコーディング領域も検出できることができる。その後予測された遺伝子配列をもとに公共の遺伝子データベースを用いた配列類似性検索をかけることでその遺伝子が持つ機能を推定することが 一般に行われる。2016に提唱された生命の既伝子アノテーションにより、それが何なのかという情報がわかる一方で、配列の由来系統の推定により、それが誰なのかという情報を得ることも重要になる。すなわち、メタゲノム解析で金層の構成と生理学的機能を結びつけるためには、アセンブリされる前のショットガンリードあるいはアセンブリ後に、 得られるコンティグ配列がもともとどのような生物系統に由来していたのかを推定する配列の由来系統推定を行う必要がある配列類似性に基づく方法としてはブラストなどのツールと既存の公共データベースを利用して各系統に特異的なマーカー配列や類似したゲノム上の配列を検索することで その配列やコンティグがどのような系統に由来していたのかを推定する方法がある。このアプローチはメガンで実装されている。異なる手法としては保管マルコフモデルを使用した方法があり、フィンブルなどで実装されている。メタフォリン及びアンフォラではより高速に生物の相対存在量を推定するためのマーカー遺伝子をベースとした手法が実装されている。 モツやメタフィラーなどのツールではユニバーサルなマーカー遺伝子を使用して幻覚生物種のプロファイルを作成する。モタスプロファイラーを使用すると参照ゲノムなしで系統をプロファイリングでき微生物群集の多様性の推定ができる。スリムなどの手法では個々のリファレンスゲノムにおけるリードカバレッジの分布を調べることで偽陽性を最小限に抑えて信頼性のある 相対存在量を計算する。一方、蘇生に基づく系統推定の手法では、オリゴヌクレオチドの頻度やコドン使用頻度のバイアスなどの情報を利用する。配列の由来系統が推定できることで、初めて均相の系統的多様性が比較分析できるようになる。今日、メタゲノムを含む、あらゆるゲノム配列データは指数関数的に増加しており、 膨大な量のデータがデータベースに蓄積されている。特にメタゲノム解析では個々のメタゲノム解析プロジェクトとそれに関連するメタデータとの関係が複雑でありデータ量が増加することでより一層全体が複雑化することが課題となっている。メタデータにはメタゲノム解析に用いるために採取された環境サンプルの三次元的な地理情報、環境特性、 サンプリングサイトに関する物理学的なデータ、サンプリングの方法論などに関する詳細情報が含まれる。これらの情報はメタゲノム解析の再現可能性を確保し、さらなる発展的な解析を可能にするために必要な情報となる。この重要性のため、ゲノムズオンラインデータベースなどではメタデータと付属するデータはレビューとキュレーションを受け、 標準化されたデータ形式としてデータベース化されている。メタデータとシーケンスデータを統合的に管理し解析するためにいくつかのツールが開発されており、異なるデータセットを様々な生態学的指標を使用して比較解析することが可能になっている。例えば2007年、フォーカー・マイヤーとロバート・エッドワーズ及びアルゴンヌ国立研究所とシカゴ大学のチームは、 メタゲノムデータセット分析のためのコミュニティリソースとしてメタジェノミックスラピッドアノテーションユージングサブシステムテクノロジーサーバーをリリースしたこのサーバーでは2012年6月の時点で8000人を超えるユーザーが計5万を超えるメタゲノムプロジェクトの配列を投稿しており14.8テラバイトを超える配列が分析されているほか1万を超える公開データセットを MG ロスト内で比較することもできる。また、インテグレーテッドマイクロビアルゲノムズ、メタゲノムズシステムは、インテグレーテッドマイクロビアルゲノムズシステム及び、ゲノミックエンサイクロペディアオブバクテリアアーケアに、含まれる単理株のリファレンスゲノムに基づいた、メタゲノム解析による、微生物群集機能解析のためのツール群を、提供している。 ハイスループットのメタゲノム解析データを分析するために初期に開発されたスタンドアルオンなツールの一つはメガンである。このプログラムはマンモスの骨から得られたメタゲノム配列を分析するために2005年に使用された。このツールはリファレンスゲノムのデータベースとのブラスト検索の結果に基づき単純な共通素線探索アルゴリズムを使用してリードを NCB 分類の濃度に紐付けたり、あるいは、リードシードや KEGG の分類濃度に紐付けることにより、系統分類と遺伝子機能の両方を解析することができる。上述のように今日では、NCB ジェンバンクのようなゲノム配列データベースは、指数関数的に成長している。MG ロストや、メガンなどのような配列類似性検索ベースのアプローチは、 大規模な配列データにアノテーションをつけるには非常に遅く、例えば中小規模のデータセットに対してでさえ数時間もの実行時間を要してしまうため、より高速で効率的なツールが必要とされており、研究が進められている。例えば、クラークというツールでは、著者らによると1分あたり3200万のメタゲノムショートリードを分類可能と宣伝されており、 実際に非常に高速に分類アノテーションを実行できる。この速度であれば10億本のショートリードであっても30分程度で処理できる。また古代 DNA ではそのサンプルの性質上 DNA の損傷に因する不確実性が大きい。このような不確実性を超えて保守的な配列類似性を推定できるファルコンのようなツールも登場している。 著者らによると、メモリと速度のパフォーマンスに影響を与えることなく、緩い式位置を使用して配列間距離を計算することが可能である。複雑な微生物群集が持つ生理学的な機能や、その生息環境との関連を調べる上で、様々な異なるメタゲノムデータと比較的に解析することは有用である。メタゲノムデータ間の比較は、配列構成、 分類学的多様性、そして遺伝子機能、といったレベルで行うことができる。群集構造や、系統的多様性の比較では、例えば 16S ルナや、その他の系統マーカー遺伝子に基づいていったり、または多様性の低いコミュニティの場合であれば、ゲノム再構築を経て、行うことができる。メタゲノムデータ間の遺伝子機能の比較解析では、 例えば COG や KEGG といった機能遺伝子のリファレンスデータベースを対象に配列類似性検索にかけカテゴリ別に相対存在量を集計して統計的に検証することでデータセット間の違いを評価することができる系統分類類的な解析とは異なりこのような遺伝子ベースの解析ではコミュニティ全体の遺伝子機能の特徴が明らかになる そして一般には、たとえ別の環境であっても類似した環境条件下であれば、同じような遺伝子機能が分布していることが多い。同時にこのことは、メタゲノムサンプルに付随している環境条件に関するメタデータは、コミュニティの構造と機能に対する生息地の影響を研究する上で非常に重要である。さらにいくつかの他の研究では、 オリゴヌクレオチドの出現パターンを利用して微生物群集全体の差を比較している。そのような方法論の例には、ウィルナーらが提唱したジヌクレオチド相対存在量によるアプローチや、ゴーシュラが提唱したハビサインアプローチがある。後者の研究では特定のサンプリングサイトを特徴づけるような遺伝子配列を特定するために、 テトラヌクレオチドの使用パターンの違いも使用できることを示している。さらにトリアージツールズやコンペレッズなどの手法では、2つのデータセット間で類似したリードを検出する。この際に使われる類似性の尺度としては、リードのペア間で共有される長さ系の配列の数に基づいている。比較メタゲノム解析の重要な目標の一つは、 特定の環境において特定の特性を付与するような主要な微生物群を特定することである。ただし、これを行う上でメテジーノマシークというツールで実装されているように異なるシーケンステクノロジーを利用した際のデータバイアスを考慮する必要がある。またいくつかの研究においては微生物群間の微生物間相互作用を解析している。例えば、 コミュニティアナライザーと呼ばれる GUI ベースの比較メタゲノム解析アプリケーションがクーントールラによって開発されている。このツールでは相関ベースのグラフアルゴリズムを実装し、系統分類学的な微生物群集構造の違いを視覚化し、さらにそのサンプル固有の微生物間相互作用を推測できる。天然の環境や人工的な環境下では、 多くの最近のコミュニティで分業的な代謝活動を行っており、例えばある、生物種が生産する代謝廃棄物が他の生物の代謝産物のベースになる、というような関係が往々にしてみられる。例えばメタン生成バイオリアクターにおいては、その機能的な安定性を確保しつつ、原料を完全にメタンに分解するために、いくつかの共生種を共存させる必要がある。 マイクロアレイなどによる遺伝子研究やプロテオミクスによる遺伝子発現測定を行うことで種の境界を越えて代謝ネットワークをつなぎ合わせることができる。このような研究ではどのような機能タンパク質がどの系統群、種、株などによって保持されているかについて詳細な知識が必要となる。そのためメタゲノム解析から得られるコミュニティのゲノム情報は メタボロミクスやプロテオミクスによる代謝ネットワーク解析においても重要な情報となる。メタゲノム解析により微生物群衆の機能的及び代謝的な多様性を観測できるがゲノム情報からのみではどの代謝プロセスが活発に活動しているのかを示すことはできない。メタゲノム解析と似たような考え方で最近コミュニティからメッセンジャー RNA を 網羅的に抽出して解析する、いわゆるメタトランスクリプトーム解析の登場により、コミュニティにおける遺伝子発現のプロファイルを得ることができるようになった。この技術は、最初に土壌中のアンモニア酸化に関する解析に用いられた。一方で、メッセンジャー RNA は DNA に比べて圧倒的に分解されやすいため、環境サンプルから RNA を収集することには、 様々な技術的困難がある。メタゲノム解析は、バクテリアやアーキアといった幻覚微生物がターゲットになることが多いが、ウイルスに対しても応用することができる。ウイルスには、系統間で、共通の普遍的なマーカー遺伝子がないため、PCR を介した系統解析が難しい。そのため、 環境サンプルからウイルスコミュニティの遺伝的多様性にアクセスする方法としてウイルスをターゲットとしたメタゲノム解析が有力な方法となっている。このようなウイルスのメタゲノム解析はビロームと呼ばれウイルスの多様性や進化に関して有力な解析手段となっている。例えばジャイアントウイルスファインダーと呼ばれる解析パイプラインでは遠征砂漠や南極に 巨大ウイルスが存在する最初の証拠を示した。メタゲノム解析は、医学や工学、農業、生態学、食品科学などの様々な分野に応用されており、課題解決に役立つ可能性がある。植物が成長しているような一般的な土壌には、1g あたり109-1010 10 10細胞もの微生物が生息している。 土壌に生息する微生物群集は非常に複雑であるため、農業等で経済的に重要であるにもかかわらず、土壌細菌層の理解は不十分なままである。土壌中の細菌層は、大気中の窒素の固定や栄養循環、病気の抑制、シデロフォアによる鉄や、その他の金属の隔離など、植物の成長を手助けする。 様々な生態系サービスの役割を担っている。メタゲノム解析により、これらの微生物群集の非培養的な研究を通じて、植物と微生物間の相互作用を解析する研究が進められている。メタゲノム解析によるアプローチでは、これまでに培養されていない、あるいは存在量は少ない微生物系統が持つ栄養循環と、 植物成長の促進における役割について有力な情報を提供する可能性がある。このことにより、例えば作物や家畜の感染症の検出や農作物の生育改善といった農作業プロセスの改善につながると考えられている。バイオリアクターでは微生物群集の活動によりバイオマスをセルロース系エタノールに変換している。バイオ燃料とは トウモロコシの茎やスイッチグラスといったバイオマスに含まれるセルロースを変換し、セルロース系エタノールにして得られる燃料である。この変換プロセスでは、細菌層の活動によって、セルロースが糖に変換され、その後さらに糖がエタノールへと発酵される。また他にも、メタンや水素などの様々な生物エネルギー源も微生物が生成することが知られている。 バイオマスを効率的に分解し、産業規模でバイオ燃料を生産するためには、より高い生産性と低コストな新規酵素が必要となる。メタゲノム解析を用いて複雑な微生物群集を解析することで、グリコシド化水分解酵素などのバイオ燃料生産における有用な酵素のスクリーニングが可能になる。また、これらの微生物群集が、 どのような生態系を営んでいるかを理解することは、その細菌層を制御するために必要であり、メタゲノム解析は有用な解析手法となり得る。メタゲノム解析によって、バイオガス発酵層や、ハキリバチの強制新菌といった環境中に生息する微生物層の比較解析研究が報告されている。微生物群集は、菌層の内部で繰り広げられる競争と、 コミュニケーションで使用される、生理学的に活性な化学物質を生産している。今日使用されている薬物の多くは、もともと微生物で発見されたものが多く存在する。そして、未培養系統の微生物が持つ豊富な遺伝子源の探索することで、新しい酵素や天然物及びそれらをードする遺伝子の発見がなされている。メタゲノム解析の応用により、 ファインケミカルの生産や農薬、医薬品等に応用可能な新規遺伝子の探索が進められており、また新規な酵素触媒によるキラル合成なども注目を集めている。メタゲノム解析をバイオテクノロジーへ応用する際には、大きく分けて2種類の方針が取られる。一つは、発言形質に基づく機能駆動型スクリーニングであり、もう一つは DNA 配列に基づく、 配列駆動型スクリーニングである。機能駆動のスクリーニングでは、目的の特性や有用な活性を示すような、配列を DNA クローニングと遺伝子発現実験から特定し、続いて、生、科学的特性評価と配列解析を行う。このアプローチでは、適切なスクリーニングの利用可能性や、求めている形質が、宿主細胞で発現されるかどうか、 といった要件によって制限される。さらに、一般的にこのアプローチは、発見率が低く、労力を要する作業が必要となる。対照的に配列駆動のアプローチでは、基地の DNA 配列を使用して、PCR プライマーを設計し、目的配列の PCR 増幅を、配列決定へ経て、スクリーニングを行う。前者のクローニングベースのアプローチと比較して、 後者のシーケンスのみのアプローチでは必要な実験量が大幅に少ない。また次世代シーケンサーの適用により膨大な量の配列データを生み出すこともできるが得られたデータの解析にはバイオインフォマティクス解析が必要になる。配列駆動型アプローチは配列データベースに含まれる遺伝子機能の量と精度によって制限される。そのため現実的には 目的の機能やスクリーニングするサンプルの複雑さおよびその他の要因に基づいて、機能駆動型と配列駆動系の両方アプローチを組み合わせて利用することが多い。メタゲノム解析から得られた有用物質の例としては、マラシジンという抗生物質などが知られている。メタゲノム解析は、環境コミュニティが持つ機能生態学に関する貴重な洞察を提供する。 例えばオーストラリアのアシカの排便を対象としたメタゲノム解析では栄養豊富なアシカの糞が沿岸生態系の栄養源として重要である可能性を示唆している。これは排便と同時に排出される細菌が糞中の栄養素を分解し食物連鎖に組み込みやすい形に変換しているからである。メタゲノム解析は生態系に対する汚染物質の影響を モニタリングし、汚染された環境を浄化するための戦略の策定に利用できる。具体的には、汚染環境下に生息する微生物群衆が、どのようにして、その汚染物質に対処するかを解明することで、汚染環境の評価方法を向上させたり、生物的な汚染物質の除去、すなわちバイオレメディエーションの技術開発につながると考えられている。 腸内細菌を含む人情細菌は健康を維持する上で重要な役割を果たしていると考えられているがその菌層構造や生態学的メカニズムは十分には分かっておらず様々な人種や体組織においてメタゲノム解析による大規模なシーケンス研究が進められている。例えばヒューマンマイクロバイオームプロジェクトでは250人以上の 個人の15から18の身体部位について解析がなされている。このプロジェクトでは人の健康と相関する可能性のある人マイクロバイオームを理解しその目標のために必要となる新しい実験的及びバイオインフォマティクス技術を開発するということを目標としている。また別のプロジェクトであるメタヒットの一部として行われた研究は 健常者や肥満者、過敏性腸疾患患者などからなる124人のデンマークとスペインの個人を解析している。この研究は胃腸に生息する細菌層がどのような系統的多様性を持つのかに関して調べている。その結果、バクテロイデスとファーミキューテスの2つの細菌門が腸内細菌層の90%以上を構成する。 系統群であるということを実証した。また、メタゲノム解析から得られた遺伝子配列の出現頻度を利用して、腸管の健康にとって重要な可能性がある1244個の遺伝子クラスターを特定した。このクラスターには、ハウスキーピング遺伝子の他に、超特有の機能を持つ遺伝子の2タイプが含まれていた。前者は、 あらゆる細菌に必須なハウスキーピング遺伝子から構成されており、炭素代謝やアミノ酸合成などの主要な代謝経路に関連した機能を持っていた。一方で後者の超特有の機能には、宿主タンパク質への接着やグロボシリーズ、糖資室からの統制性に関する機能が見られた。過敏性腸症候群の患者は、 健常者と比較して、金層中の遺伝子と系統多様性が25%低く、腸内細菌層の多様性の変化がこの疾患状態に関連している可能性が示唆された。この研究では、いくつかの潜在的に価値のある医学的応用が強調されているている。しかしながら、 リード全体では31から48.8%程度のリードしか194の基地の人町内細菌ゲノムにマップされず7.6から21.2%のゲノムしかジェンバンクで利用可能な細菌ゲノムと整合していなかったためさらなる未解読の新規細菌ゲノムを明らかにしていく研究を進めていく必要があることが示唆された 感染症を診断し、その感染の根底にある病院を特定することは困難であることが多い。例えば農園の症例の半数以上は最先端の臨床検査法を用いた広範な検査であっても病原体の同定ができない。メタゲノム解析では患者のサンプルに含まれる遺伝物質を何千もの細菌、ウイルス、 その他の病原体のゲノムデータが含まれたデータベースと比較することで、好感度に感染の診断を行うことができるため、診断手法として応用が期待されている。実際に COVID-19 の初期流行時においては、次世代シーケンサーによる網羅的電子検出法により SARS 株 -2 が検出されている。ありがとうございます。